蝶エラ類の一種、液心標本蝶エラ類、あるいはギボシムシ類は、反作動物に含まれる動物の一群で、細長い虫状の動物。先端に膨らんだ糞があり、和名はこれをギボシに見立てたものである。海底の泥の中を這う動物である。ギボシムシ類は、フサカツぎ類と共に、反作動物門を構成する。フサカツぎ類は固着性で触手を伸ばして、 微粒子を拾うのに対して、本群の動物は細長い虫状で海底に潜って、這い回る、不活発な動物で、すべて海産である。体は先端の分部、短い襟部、それに続く長い体幹に分かれる。付属子や目に見える、感覚器等はない。妖精はトルナリアと呼ばれ、類似した妖精は極秘動物にも見られる。基本構成が、 南体動物などのトロコファーと似ており、系統を論じる際に比較される。ただし直接発生をするものもある。一方、生態は左右相象構造やエラ列があることから、積作動物との系統関係が論じられる。かつては積作もあると判断され、そのためにホヤなどとともに原作動物に含められたことがある。このような特徴から、 近年の進化生物学分野では、進行動物の進化、積作動物の起源の研究に重要な生物であると考えられている。ちなみに、和名は先端の分布をギボシに見立てたものである。英名、エーコーンワームはこれをどんぐりに見立てての命名である。細長い前中状の動物。小型のものは数センチメートルほどから大きいものは2メートルを超えるものもある。 体の構造は前方よりフン部、エリ、体幹の三部に分かれる。先端のフン部は、ドングリなどに似た丸い形で、活発に形を変えることができる。それに続くエリは、短い円筒型をしており、前後が多少くびれたようになって区別できる。覆面では、フンの基部、エリの前に口がある。体幹は細長く、この動物の前兆の大半を占める。 襟に続く部分の背面にはえら列の口が小中線添いに体をなして並び、この部分をえらいキという、体幹の後端に肛門がある。生殖線はこの部分の前方にあり、その部分を生殖域という。この部分で生殖線が体側方に突出する例があり、張り出す程度なら、これを生殖突起、薄く広がっている場合、生殖翼と呼ぶ。また、 背面に肝毛脳が背中に隆起する、主があり、肝毛脳突起と呼ばれる。例えば、日本産の代表的な種であるミサキギボ木星虫は、全長4 0トルに達する大型種であるが、ホット襟の長さは、それぞれ1センチメートル程度で、残りは体幹である。このうち前方の偉い木が約4センチメートル、生殖域が6センチメートル、ここでは、生殖翼が、 両方にあるが、本種では背面を覆う。その後方に14センチメートルほど肝毛脳が並んでおり、それ以降は滑らかな円筒型となっている。ちなみに、えらいキや生殖域、肝毛脳部などは多少重なりがある。体全部の縦断面へ M、口、PC、粉体光、パープル、中央結道、SK、粉骨格、ショートトーン。 口毛管エラ列部分の構造 GP、外エラー穴、TB、内エラー穴消化系はほとんど直線的で、口から肛門まで、ほぼ分子なく続いている。ただし、高校の背側前方から細い感情の毛管が、糞の中に伸び、その壁は飛行して、これを口毛管と呼ぶ。これは、以前には、脊作動物の脊作と騒動だと考えられたもので、ある。消化管の襟より、 後方の部分にはその側面背側にエラー穴が体をなして並んでいる。この部分では消化管は上側の呼吸水道と腹側の食物道に区別できる。エラー穴は少ないもので12、多いものでは700ついに及ぶ。消化管に開くうちエラー穴上に開いた、U 字型をしており、これは背中側から絶情の突起が出てその口の大半を覆っているからである。その内側には、 エラ質があり、海水は消化管からここに入り、そこから背面に開く。外エラ穴を通して、外に出る。それ以降の消化管には肝毛脳が多数ある種もあるが、それより後はまっすぐになっている。血管系は開放性で、血液は透明。消化管の背面と覆面には、はっきりした血管があって、それぞれ、背血管、腹血管と呼ぶ。背血管は、 前方で噴霧に入り、そこに膨らんだ部分を持つ。これを中央血道という。その直下には心法があり、これは血管に連絡を持たないがその動きによって中央血道内の血液を流す心臓のような働きをする。神経は覆面、背面を重装する腹神経と背信経を持つ。神経は背信経の襟部分以外では表皮から分離していない。 排出系としては、噴部に脈球があり、排出物は噴体光を通じて体外に出る。私有遺体で生殖腺は多数あって、農場、往々に背側に開く。真体光で三つの体光がある。噴の内部は外側に金層があり、その内側に噴体光がある。これは単一で、基部背面側に小さな開口があって、外部とつながっている。 襟には襟対抗があり、これは中央で仕切られて左右で体をなし、さらに前後に仕切られて複数になっている。体幹部では消化管の外側に体幹対抗があり、これも小中線で左右に仕切られて体をなし、さらに一部のものでは腹肺に仕切られる。もちろん骨格はないのだが、噴部と襟との接合部では噴の基部の内側に規定膜が飛行した部分があり、 これを粉骨核という、生活間の模式図死有遺体で体外受精をする。妖精はトルナリアと呼ばれ、浮遊性で9ヶ月もこの状態で過ごす例がある。トルナリアは変態して生体の姿になり、定性生活に入る。直接発生をしてプランクトンの妖精時代を持たない種も知られる。他に無性生殖として分裂再生や小さな目体が、 体幹部から切り離されることによる増殖も知られている。トルナリアトルナリアは、ほぼ円錐形の外形を持ち、側面に口があり、長管は、中央で下向きに曲がり、下端に肛門がある。口を取り巻いて口前、口後専門体を持ち、また下部を囲んで、専門管がある。上半部口側の内側には、粉内空があり、その開口は上端にあって、そのそばに、目点がある。 変態の際には、フンないなる部分が、フンに、その後方がりに、それより下方が体幹となる。つまり、トルナリアにある部分は、生体ではほぼ全端の部分だけとなっている。口前及び口後専門体が波打つような形になり、多数の突出粒を生じるものもあり、これを有色種、トルナリアと呼ぶ。トルナリアの段階で、前、中、 後の三つの体構が形成されるが、その形成過程は、不明な部分が多い。古く前口動物と後口動物の二大系統が想定されていた頃には、後口動物の真体構は、現状壁から区切り取るようにして形成される、いわゆる超体構とされていた。しかしこの類では、前体構である、分体構は確かにこのように形成されるが、中体構であるエリー体構、 ご体抗である体幹体抗については一定しておらず、細胞界の中に空洞ができて生じる列体抗のようにして形成されるとの観察もある。すべて解散で、査定室の海底に潜って生活する。旋海にいるものから深海に分布するものまでいる。20世紀末までは、わずかな例外以外は、すべて浅い海底で発見されてきた。しかしそれ以降、 深海性の本群のものが次々に発見され、それ以前に考えられていたより、深海性のものははるかに普通であると考えられるようになっている。噴部を動かして穴を掘り砂でを食べて、それに含まれる有機物を消化する。また、噴部の表面には繊毛があり、ここに粘液を分泌して水中の微粒子を吸着させ、 専門の運動で粘液を口に取り込んで餌とする。得られつにも専門があり、これは採示にも役立っている。種によっては低質上に分解を積み上げる。ただし、深海底の低質表面を這いながら後方に紐状の排泄物を残して蛇行する姿が撮影された例がある。ギボシムシは食事による供給によらず、周素を含むブロモフェノールを 生成排出し、粘液や、砂霊のモンブランケーキ状の分解も用土臭、薬品臭を放つ。ブロモフェノールは、抗菌作用があり、傷つきやすい皮膚の感染防御と治癒効果を持つと、見られる。反作動物は、その口物が咳作と相当だと考えられたために、原作動物として扱われたことがある。現在ではこの見解は否定されているが、得られつがあることは、 この類が、脊作動物と類縁があることを示すものとされる。また、後口動物の系統論に関わって、本群の襟対抗は、極秘動物の発生で見られる魔対抗の一つ、中空に相動との考えもある。中空は、発生過程では最小値をなして生じるが、変態の際に、左側のそれが水管系を形成し、右側は耐火消失する。 反作動物の原生群として、主たるものは二つあり、本群と、もう一つは、フサカツぎルイテラブランキアである。この群は固着性で、ショック手腕を水中に広げて、ろ過接触を行う、せいぜい体長数ミリメートルのごく小型の動物群で、ある。両者は、外見的には極めて異なるが、口物を持ち、得られつがあり、三つの対抗があることなど、いずれも、 反作動物としての基本体制が共通で、同一群に所属するものと扱われてきた。また、先口動物と後口動物との比較検討では、先口動物においては、またいが発達し、体表に参観の専門体を持つトロコフォアが重要で、あるのに対し、後口動物ではこれに相当する方として、リプリュールラ妖精というものが想定されている。 本軍の妖精であるトルナリアはこれにごく似たものである。より直接的な比較では、本属の糞が扁平な盤状になって頭板となり、襟の背面から体をなす腕が複数出て、その表面に多数の触手が出て、これが触手腕となる。体幹は本軍では細長く、消化管が後端に開くが、これが短くまとまって肛門が口の近くにより、大会後方に、 柄が発達すれば、翼い類の耐性ができる。反作類には他に、プランクトスフェラがあるが、これは、妖精でのみ知られ、その構造は、本群の妖精であるトルナリアと、極めて類似する。綱の下に目を置くことについて論じられていない。世界に約70種が知られ、4か13族に分類されている。日本からは3か4族7種が記載されているが、研究は、 未だ不十分とのこと。特にない。研究者が教える動物飼育大三観具に、生子から、脊椎動物へから ISBN43 億2 5五万七7201、西村編長 P494 以下、主として、西村編長 P494 から495、岡田ほか P100、岡田ほか、 p100 以下、主として、岡田ほか、p100、ただし用語は、岩月、まだらへんちなどに合わせてある。西村へん p495 岩月、まだらへんち p254 西村へん p494 ここまで、西村へん p495 この項は、富山ほか、p391 西村へん p494。P ホラントへ通る。ここまで、西村編長、P495 岩月、マダラ編長、P254 国際科学、物質完結評価文書に、4、6トリブロモフェノールや他の単純収ソカフェノール、国立医薬品食品衛生研究所エコーン、ワームウィキペディア、西村編長、P494、岡田ほか、P100、岡田ほか、P8 西村編長、 P495 岩月、まだら監修、P23、岡田ほか、P100 西村編長、P495 から498。ありがとうございます。